するんですが、79分、これも決定機でしたね。キムミナはもう1対1、よく体に当てましたね。ここでギャップに入ってすごくね、このフリーランニング良かったんですよね。オフザボールの動き、これ秋元も長瀬さんもおっしゃってました。